支援活動を展開しております。区民の方がたくさんボランティアで行ったり、職員が支援に行ったりしています。アスカとしても何かアスカらしい支援ができないかなというふうに考えておりました。その中で、区役所のご支援の担当の課長さんから現地の NPO の浜田さんも実は紹介していただきまして、復興支援のお月見コンサートをやっているんだよという話がありまして、まずお話をしたら、出演者がまだ決まってないという話だったんですね。それで福原徹さんと福原百之助さんにお話をしましたところ、二つ返事で受けていただきました。でその募金を持って私たち東松島の浜田監督をお尋ねして、募金を寄付して、コンサートに、出演させていただきました。スタッフも6名行きました。大変
有志あるところで、はい、まあ、その辺は鎌田さんに後でお聞きしたいと思うんですけども、まあ、そんなことで皆様 のいただいた募金を東松島に届けて演奏をすることができました、そのご報告でございます。鎌田さん、現地の方では我々一生懸命やったんですけど、どんな感じだったでしょうか。はい、ですね、その前にですね、東松島市の方にはですね、現在も大田区の方々から継続した支援を寄せられております。この場を借りて厚く御礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。で、私の方のコンサートの話ですが、実は名前がお月見コンサートというふうに銘打っているもんですから、果たして月が出るかどうか、そこから大変心配いたしました。台風も近づいておりました。しかしですね、当日は本当に大きな月が出まして、2人の先生方、それから、支援の方々を迎えてくれました。またですね、実際のコンサートでは、2人の先生とそして観客の皆さんが、コラボで、歌とかを進めるっていうコーナーがあったんですが、このコーナーが大変盛り上がりました。私それを聞いてまして、見てましてですね、本当に先生方と東松島の観客の皆さんの心の交流が始まったんだ、そういうふうに感じました。ぜひですね、このような交流をこの後もですね続けていけたらいいな、そういうふうに考えております。はい、まあ、そんなようなことで大変活動もうまくできたと思います。あとの評判って何かありましたでしょうか。そうですね、私の方はですね、実は可視化を主な仕事としてるんですが、その中で趣味の講座などで多くの趣味の方をお見えになります。その際にですね、やはりコンサートを聴きましたよっていう方がわざわざですね、事務室に立ち寄りまして、あれは良かったよと言ってくれます。今でもそうです。多分コンサートがですね、私どもの地域の被災された皆さんに震災前の日常を思い出させてくれたんだなと、そういうふうに思っております。大変ありがたく思っております。アスカとしても今後この活動を広げていきたいと思います。以上報告でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。アスカ杉村様、鎌田様、ありがとうございました。さあ、今度は歌で元気になるです。聴いているだけで心が温まり、そしてとっても元気になる曲をメドレーで6曲お送りいたします。